前回のお話、新たなワールドに舞い降りたカズクラトさんだー。でもこのワールドなんか変なんでース。そう、頭の上にレベルが表示されてるんだー。うちらはレベル0スタートだけど、伸びしろしかないんだー。パラメータもあり上げないと、ブロックがアイテム化しなかったり、まあいろいろと大変なんだー。さて今回も頑張って冒険するぞー。取り憑かれちまってるわ。カズクラ、レベル5あるじゃーん。え、待って、3だわ。3しかねえじゃん、ほら言ったろ。そう。お、言ったろ？サイダーも頑張ってるの。やっぱ最初にどこに投資するかで変わるんだって。言ったろ？じゃあ次は剣だな。何、どこ投資したんだ、どこに。体力カンパニー？ハート5投資してるから。体力カンパニーに5投資しちゃったの？そうそう。伸びねえって言ったじゃん、あっこ。でも5あれば死なないから。バカ上がりよ。アタックカンパニー。わかった。次アタックあげるよ。もう4が開けようとしてるから、自分アタックカンパニーはここで使わんともったいないからね。そうだね。3。3って、序盤もいいとこだぜ、これ。待て待て待て、あと少しでレベル4になるんだ。まだ武器、木の棒とかでしょ、棍棒とか、それ絶対。まだ昨日のだよ。とりあえず村に、ちょっとした食料とか宝箱を探しに行くか。あっち行ってみようか、一回。行こう。いや、ほんと、キノコシチューがね、優秀すぎて。マジそれな。こんでいいんじゃないか。ほんで、タンポポあったらね、ぜひタンポポと混ぜてほしい。わかった。タンポポ意外とないな、ここ。ないよね。待って、俺たちもう卒業か、まさか。キノコ卒業というのか。タンポポ発見。あ、本当だ。試しに作ってみる。すげえ効くぞ。できた。でも今飲めないや。え、あ、もっとめっちゃお腹減った時ちょっと飲んでみな。わかった。効くぜ。怪しいことはないね。怪しいことは何もない。飲んでも大丈夫ってことね。うん、めちゃくちゃ効くぜ。楽しみにしとくね。ほんとタンポポ1スタック、キノコそれぞれ1スタックずつ持ってたらもう食料いらない気がしてきたんだけど。タンポポ1スタック持ってんの？いや、まだ持ってないけど、マジ無駄なことしようとしてる今。ババ、待て待て待て、どちら様ですか？カズクラ下来てよ。え？ゾンビ？トリップレットって書いてある。攻撃されてない？なんか。痛いです。やばい、完全に壊れてる壊れてる。あ、レベル上がったね。4になった。ははははは。おめでとう。ありがとう。敵だったのかな？敵も無事だったってことだよね、これ。攻撃してきたから敵だよね。ええよええよ。そんな敵いるんだ、これ。今、俺ももっとレベル欲しいな。もっと簡単にクリアしたいの。筋力4になったから石の斧が使える。おめでとう。おお、飛んで火にいる。なんとかだ。俺ゾンビがいっぱい。楽しい。レベル上げいてて。ほら、体力あったから助かった。やばばばば、ドラウンド、チビドラウンドに。5だったら死んでたぞ。サンダーは。おい、次は防御にも振ろう。盾が5だからもうちょい先か。ちょっと海出るか。海、海出てみようか。出発だー。あれかな、ネザー行った方がいいのかな。俺たちこれネザーって行けるのかな。おや、あの光ってるのはマグマ。マグマだね。なんか変なのいる。なんかいる。ちょっと待って待って、一旦ここ処理しないとまずいぞ。およ、何あいつ。何あの、サンダーのなんかと、え、なんか顔がパンダにも見える。ちょ、リスポーンエリアちょっと作っとく、念のため。はいはいはい。なんかサンダーみたいな顔してるの、あれ。呪われたサンダーかな。デザートトーテムスピリットって書いてる。だいぶ呪われてるね、こいつ。呪われてるねー。これ攻撃してくんの、これ。うわわわわ、ぶっ飛んだね。ピストン、動くピストン。あ、はっ、鉄だー。鉄、そんな状態で落とす、珍しいね。え、鉄取れんのこれ。俺たちがまだ取れない。 100% なのか。あ、ばばばばば、うわわわ、 100% なの。落ちた。本当だー。あー、うわ、あぶれ、危なかった。ハート 0.5 まで持っていかれた。今ハート何個あるの。555。よく生き延びてるよ。危なかった今。農業レベル0だけど、バケツ組むこともできない。おつおつ。でもまだ使ってないから。これでネザーとかもいけるからね、ネザー。マグマあるからいけるね。ちょっとやってみようかな。うんうん。ネザーチャレンジ的な。いいねいいね。農業を1にして、そして防御にも1振っとこう。そしたら盾がいつか使えるかも。水を汲んで、あいちゃっばーん。あばばばばば、このままじゃ死んじゃうよ。待て待て、3体もいるんだけど。待て待て、まずあ、まずあ、まずまずい、あ、まずい、終わる終わる。逃げてー、家族だー。おー、終わるとこだった。おい、だって俺は今鉄原石持ってっからよ。これで作ればいいだけでしょ。鉄インゴット持ってるよ。おー、わわ、ナイスナイス。砂利から出る火打ち石持ってるの。
ない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 よないよ、こんなこそこら辺にあるでしょ、砂利ぐらい。ある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 。はい、砂利発見してきました。ナイス。いや、これはさすがに運でしょ。ナイス。これは待って、ここでもレベルか。スミシング8って書いてる。なんだよスミシングって、習ってねえぞ英語で。あるねえよ、8あるわ。あるんかーい。お、使っちゃったよ8。おい、ここ帰ってくる予定だよね。そうだよ、もちろん。よし、行くぞ行くぞ。行こう。うー、怖え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 。入ってすぐマグマかよ。これよろしくなくない？ちょっとめっちゃ上からなんか垂れてる気がするんだけど。そうそう、天井からだよね。あれ？ちょ、これしかもブロックにならねえんだけど。これほんとだ。レベル足んねえの？このブロックすら掘れねえの俺たち。ということは移動が大変だ。ちょっと見るね。はい。ネザーブロックが掘れる。レベル17って書いてんだけど。これ我らネザー早かったな。17はひどいよ、ちょっと。え、この赤の木材も掘れないって書いてある。サンダーレベル5だから何もできないわ。まあ、近場になんかあったら遊んでいいんでしょ。でもそういうことだね。ちゃんと戻ってこれるのかな。上にいた人が、こんにちは。こんにちは。優しく忍び寄るの。そういう手法があるのか。おじけづいたか。全然気づかれないね。あれなんだろう。なんだろうな、あれ。こっちから近づけそうじゃない？ちょっと一応目印をちゃんと。行こう。太陽祭じゃない？太陽祭行って何するんだ。いいお宝あるかもしんないぞ。確かにな。いなさそうだね。ブルートな。ちゃんとボート作っとかんだから。うちボート1個持ってるよ。おい、2ボート作った今。いいねいいね。よし、では我らの発展を求めて、これも当然ながらこのブロック取れません。取れんか。金ブロックも多分取れないか。レベル7必要だから攻撃もできないね。ブルートいる。気のせいだよ。本当？あれは幻覚か。でもめっちゃレベル上がるんじゃね、はぐれメタルトラス。おい、なんだ。ちょっと待って、一回降りるの待って。なんで？あっちになんか飛んでた。え？ほら、虫みたいなやつ。なんだあれ、虫じゃね？あいつも攻撃してくるかもと思うと怖くていけないぞ。でも怖がってっちゃダメか。ほだほだよ、行くっきゃないか。よし、これで我らだけがアクセスできる道路ができた。我らもアクセスできない恐れあり。よし、では。はい。ピグリンの鳴き声聞こえる。あ、なんかいる。何これ。クリズモン、クリズキノコの妖怪。あいた。燃えてる燃えてる燃えてる。うー、ざまー。チェスト開けちゃう。チェストあった。消滅、クロスボウもらっとこうか。はい。アーチェリーレベル10。またレベルかー。くそー、これすら要求してくんのかよ。厳しすぎだろ。順を追っていきなさいと。ここ厳しそうだな、なんか。そうだね。感じないか。防具とか装備できれば安心だけど。ちょっと一旦現代戻るか、ここまずいね。そうだね。住む未来しか見えないわ。ほんとそれな。あぶねあぶねあぶね。ケロケロ。戻った戻った。ああ、ただいま。ただいま。ようわからん世界だったね。そうだね。とりあえずまた冒険だね、これは。違う場所冒険してみよう。また、アイテム欄パンパンにして。うんうん、次の旅に出よう。いろんなバイオームを越えたどり着いた先が、なんとあのバイオームに来てしまったー。いろんなバイオーム通り過ぎたけど、だいぶ移動したよね。めちゃくちゃ移動しちゃってる、これ。だよねー。意味深な構造物だけど関係なしないか。このマングローブを越えた間にだな。待って、もうマングローブしかないんじゃない、これ。ここ実はマングローブワールドでした。ドッキリ的な。そんな壮大なドッキリ、これ。あはははは。もう抜けれなくない、マングローブ。バング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 バグなのかな。それでも突き進むしかないぜ。ほっ、ここはメサか。メサ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 。あ、でもメサの上になんかあるよ。あるあるある。ようやくなんか久々になんかありそうな構造物。絶対なんかあるよ。ちょ、お邪魔しよう、ザコイン。行こう。ちょ、待って、念のためベッドしてく？しておこうか。こんにちは。こんにちは。家だぞ、これ。しかもまあまあ建築力高。建築力高いね。どっから入んのこれ。失礼します。失礼します。おお、アカシア好きね。アカシアいっぱい。うわ、別にアカシアワンスタック溜まった。
さんだこれはめた。あ、ベッド1ベッド発見。交換だ。ただのアカシア好きの家だこれ。カズクラサンダー、なんだ、特別な情報を手に入れた。なんだって。どうやらエンダーアイというものがふむふむ、この世界に散らばってるらしい。それはドラゴ。あ、ババババババ。え、なんか言った。散らばっているんだな。そう、散らばってるらしい。そしてその場所なんだが、うんうん、普通ネザーアイってやるだろ。やるやる。そうじゃない、沈没船とかいろんな場所にあって、うんうん、それぞれを集めないといけないらしいんだ。そうなんだー。一種類じゃダメと。そうだ、冒険感あるね。そうで、ジャングルの寺院とかいろんなところにあるから、12種類オラたちは探さないといけない。すげー、大冒険だ。行くぞ。行こう。いや、ガーディアンの巣とかにもあるらしいぜ。本当に目についた。構造物に入ればあるのかもしれないね。あるかもわかんないって。いや、これめっちゃ大変じゃん、そんな。でも闇雲に走り回ってたから、いい情報を得たよ。ようやくだな。ようやくだ。場所とかマジでわかんねえからな。そうだね。うん、これ川やし。川かよ。川やし、これ。期待させやがって。これ海出るんじゃない。川は海につながると、なんかで習ったことがあるような。期待しちゃう。おやおや、砂漠っていうか砂漠じゃね。砂漠の構造物といえばピラミッド。ピラミッド、待って待って、いや、なんだ、砂漠っぽいね。バイオームデザートになってる。うお、デザート、やってきてしまったか。デザートになんかありますぞ、いろいろ。待って、なんだ、あれ、なんだ、あそこにまさかパールが。なんだなんなんだ、こっちかよ、見てんの。チェスターってあるんじゃない。ない。あ、黒曜石貴重だね、これ。じゃあ金もらって腑肉預けとこ。黒曜石もうパン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 だ。パンパンですよ、これなかなか。待て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 、あれあれなんだ。なんでお前らがここに。え、豪華な襲撃者。え、どういうこと。殴っちゃった。待て、ベッドは。ベッドがない。え、あそこの村でお借りしよう。待て、あっこの村から借りよう借りよう。そうだね。あ、ベッド持ってる、ベッド持ってる。ナイス。じゃんじゃん出てくるの。いや、ここ入り口あるぞ。待て、おしゃれだ。敵でもおしゃれハウスの時代か。サンダ、中おしゃれ、見て。感圧板も丁寧に置いてある。見て、室内水おしゃれじゃーん。わ、それトラックチェストじゃない。ほんとだ、こわー。何も考えずに、エンチャント瓶。ヤギの角笛いらないの。いい音出てたよ。欲しいんだけど、アイテムが。そっかそっか。あ、鉄。鉄もらっちゃった。あ、鉄ならサンダー代表して持っててよ。オケケ。トリップワイヤーフックもなんかいるかな。もらっとこうかな。あるといいかもね。え、上登ってる、いつの間にか。目の前に階段があったら、登りたくなっちゃった。わあ、これがおしゃれ階段だ。おしゃれすごく。ほんとだ。おや、ちょっと防御力が欲しい。盾が構えられないから、これいけるぞ。あいた。これでよし。戦いの中で成長するサンダーを見て。どういうこと。盾が構えられるようになった。え、なんでなんでなんで。防御力5になった。ほら、もう5あるポイント。君も盾仲間にならないか。おお、5になった。ナイス。てか、なんだこれ。え、装備欄がある気がするんだけど、これ。本当だ、こういうこと。手持ちが、見て、サンダー剣を刺してる。かっこいい斧刺してる。俺もう、え、本当だ。でも剣触れないのね。横に刺しとくだけか。この上怪しいな。よくいしょ。お、上に伝説のチェストがあったぞ。マジか。あ、ここに階段があるみたい、中に。あ、ババババババ。このままじゃ死んじゃうよ。伝説のチェスト開けないで。早く。やばば。おお、いい風景。まずいんじゃない？助けてー。うおー、割れてる割れてる。おお。大切だね、これは。大切だね。何が入ってたの？何も入ってなかった、別に。そんなこともあるよね。こんなところに。何かあったのか？おやおや？TNT が置いてあるんだけど。どうする、もらっとく。あ、ばばばばば。あ、糸だ。もらっとくか、これ。何も繋がってなかったのか。そうだな。気になるもの見つけた。後ろ見て。あれ、なんかあるね。何かある。ベッドだけもらいに行こうぜ、ベッド。わかった。やばい、もうアイテムがくちゃくちゃしすぎて。なんか作れないかな。ロープと釘
作れる、なんかなんだそれ、ロープと釘、やべ、別になんもできねえ、なんもできないか。ネザーライトパラグライダー、なんだこれ、何それ、なんかいろんなもんあるね。レシピ調べてるの、結果わかんなかった。うん、やばば、レベルでも上げるか。ちょっと待ってよ、多分俺たちに必要なのは防具を装備できるようになること。本当それな。ゴールドアーマーがレベル6、お、作れる。もう一個レベル上げたら装備品いろいろ、今防御後だからもう少しか。そう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 、レベル上げて朝になったらさっきのなんか気になるやつ行く。そうだな、おーし、こんでやった、装備できた、キラキラ光ってる、いいね、来ましたね。ちょっと待って、自分体力1ポイント増やした、まだ半分で戦ってたのか。増やした増やした、よーし、これでだいぶ良くなったぞ、いいね、行こう、よしよしよし、うんならもうパン職に変えようぜ、もうパン職に。オケケ、なんかリュックみたいなのがあるな、リュック作れるのか。いや、なんか作らんとあかんのやと思うんだけど、これこの糸みたいな成分が必要なんだと。ふむふむ、糸16個あるよ。なんかね、もっとわかる、リフォーセドペーパーみたいな、また違うアイテムか。欲しいんだ、あっこ目指そうぜ、レッツゴー、おい、来ちゃったぜ。なんだ、何かある、なんだろう、こう別にないのか、あの上、いや、あの上まだ行ってねえからさ、何があるんだろう。ピラミッドっぽくも見え、ん、生活の頭横には、本当だ、どうだろう、なんもないね、残念だな、欲しいな、ちっちゃいなんか、なんかだったね。うんうん、あ、ふさ、ファサファサある、ブラシもらっちゃいなよ、パサパサもらおうかな、ヘルメットあるからもらうね、以上か、そうだね、違う場所行こうか、そうだな、沈没船あるよ、船だ、沈没してない、あんなに沈没してない船ある、座礁っていうやつか、それだわ、こんな綺麗に上がってんの初めて見たぞ、しかも完成度が高い、はい、ジャパン、横から侵入だ、あったチェストだ、先に開けられた、怪しげな支柱、宝の地図だ、宝の地図いいね、今鉄13個持ってるけど何か装備作る、カズクラ鉄全部持ってんじゃないの、そんなところにもあんだ、ここにもある、これ持っててよ、必要な時使おう、ほいほいほい、うんな、ちょっと夜タイム来たからレベル上げだな、またレベル上げの時期がやってきたような気するんだけど、行こう、やばば、エンダーマン殴っちゃった、やば、急いでボート出して、やばば、あ、しょぼーん、大丈夫だよね、大丈夫だ、拾えるかな、急げ急げ、やべ、サンダーがどこでやられたかがマジでわかんねえぜ、大丈夫だと思う、ひたすら逃げながらそちらへ向かう、よし回収だー、待て待て、剣がない、残りサンダー、危ない、え、まだ全部拾えてないのに、生きてる方を最優先だ、大丈夫か、本当に大丈夫だ、サンダーフィールド全開、聞いたことがない音がする、あ、さっきのやつじゃない、トーテムみたいな、呪われたパンだね、そう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 、もしかして朝来た、もう朝がやってくるみたいだよ、嘘でしょ、もうレベル上げタイムはもう終わりだよ、なんだと、よし、行きまっか、お願いします、北に進んでいく、なんだこれ、てかジャングルの寺院みたいなのがなんか中に、ジャングルにもあるの、寺院にも伝説のエンダーがあるって聞いたぞ、座標だけ控えておくか、お宝の地図を優先して、いや、まだだまだだ、もっと来ただ、これどうする、言っとく、いや、こんなに離れてないはず、あ、あったった、来た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 、結構表示されてるってこと、うん、ここら辺だ、もうちょっとこの下だ、やべ、スケさんがいる、任せて、掘ってきてサンダー倒すから、おらー、掘ってまいります、お願いします、ここだ、任せて、ファントムはここだと思う、ほら、おっと、見つけるのはや、ぴったりぴったり、オープン、ほぉ、サンダーやばい、すごいお宝でもあったか、ブラックアイ、最高だぜ、待って、これ12個持ってたらパンパンになるんだけど、これやっぱリュックあるのかな、あるんじゃねえ、さすがにこれ
ナイトパンパンになるよね。これやばいね。やばば。ブラックアイにディアモンドも持っとくよ。よし、ここまで来たら、うわ、レベルも上がってる。ちょっと待ってくれ。鉄のチェストプレートが8だから、アイテム欄を開けるためにも、うんうん、8にしてチェストつけれるようにしました。ナイス。イエーイ。これで死なないぜ。これで余裕ができたぜ。1個鉄の防具が8か。あと1ポイントだ。サンダー、この森に入らないか。これ行こう。森に入ることで寺院とかも見つかるかもしれないで。これいいね、いいね。鉄のソードを使えるためには8レベルまで上げないといけないみたいだな。結構先だな。早い。こいつ早いやつか。ゾンビにも個性が出てきたんだな。そう。あ、見て、なんだこのモブ、気持ち悪い。ごめん。ごめんよ、倒さないといけないんだ。なんだこれ。やばい、めっちゃめんどくさいやつだ。なんだ、すごい崖感。あっこ頑張って登るか。わかった。あー、危ない。どうしたんだ。ドラウンドのほら、トライデント持ちか。あかんやつ。ふう、ナイス。これ期待大だね。こっちもサクサク進んじゃうぜ。1個手に入れたら何個も。上から水タラーンするわ。お願いします。ありがとう、楽に来れたよ。うい、イエーイ、やってきたようだな。ジャングルの寺院見つけたことないんだけど、何が目印なの。もう石でできてるよ、こういう感じの。レベル 11？ え、なんだこれ、はぐれるとやばい気がする。やばい気がする。はぁ、なんだ、なにあれ。ここら辺で1ベッド使うぞ。サンダーもあるから朝にしようか。朝にする。どっちかベッド壊してリスチすればいいんだよね。そう、はい、壊した。はい、よしよしよし、ちょっと少しずつ処理していくぞ。11レベルのクリーパーだって。うん、なんだこれ、立派。あ、ベッドある。ここでリスチ設定だ。ディスペンサーはいっぱい。これ見て、体だわ。え、あ、ほんとだ。お、ただのおしゃれ建築かよ。おしゃれかよ。こっちに階段ある。この階段絶妙に隠れてていいね。これ使える建築に。おや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 、何がやばい。怖いんだけど。迷路かこれ。なんだこれ。踏んでみるしかないんじゃないか。はっ、あばばばばば、かっこいい。ひぃ、あぶない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 。危ないけどかっこいいな。なんだこれ、もはやみたい。なにこのかっこいいの。毒矢とかもあんだけど、かっこいい。やばい、ちゃんと毒まで。死なないで。すごい、どうなってんの。なにこのかっこいいの。相手火が燃えて火矢になり飛んでくると。そう、かっこよすぎだろ。でもこの矢、中から矢は回収できないみたい。そうなんだ。ちゃんとうまいことなってんね。あ、今毒の矢あった。毒の矢発見。っていうかこれ回収できるんじゃね。めっちゃ回収できる、めっちゃ回収できるよ。いいね、いいね。イエーイ、毒の矢22本。いいね。イエーイ。まだ時間、いけるの。なんだここ、別の道もあるんだけど。でも繋がってる。ん、あそこのボタンはなんだ。おお、アイシーアイシー。そういうことね。あー、なるほどな。はいはいはい。サンダーとて。おお、クリアークリアー。ここに至ってはなんだろう。ツタを伝っていけってことか。普通に降りた。そういうコース、これ。やべ、無理でした。あははははは。行けた。おい。まだ先があるね。なんだ？めちゃくちゃ奥深くに連れてこられてる。リスチ、丁寧だね。丁寧だね。あ、で、おお、ローグアイズ。やった、これで2つ目。変わったブーツもあるよ。靴の装飾品としてレベ12で取り付けれるって。まだまだ先だ。ダイヤモンドもあった。どこがレベ12なんだろう。今ちょっとうち持たせてもらうね。持ってて、もう端から端まで略奪じゃん。まあでもこれゴールだね、おそらく。
そうだね、今日すごい収穫じゃない。いやいや、2つも手に入ったぜ。やったやった、今回はここまで、また次回も見てね。神戸フルマラソン走りますので、もしよかったらみんなね、遊びに来てください。応援待ってるからね、本当に。そして前日、ここでご報告なんですけども、前日に土曜日でございますね、日にちはここでございます。はい、日にち前日土曜日こちら、そして場所はこちらでございます。そうです、三宮駅の近くにて、物販会イベントを行う予定でございます。おめでとうございます。ただね、直前にいろいろと決まりすぎて一切の報告ができていない。